カレチャンネル以上です、はい、いい感じ終わったよね今ね、はい、よろしくありがとうございます大丈夫いい感じ終わった何かございますか。いや僕あれですね、はいはい、一番注目してた、うん、アイドル GP、はいはい、UCB、はいはい、ケニー・オメガちゃん、マナちゃん、そうだね、そうだね、うん、ケニーですよ、うん、あんな、なんか敵方だから応援したくないですけど、はいはいはい、今回ばかりはオスプレイ応援したかった、形が、形的にね、はい、確かにね、うん、だってケニーですよ、そうね、うん、どうにかやっぱね、やっぱ引きずり下ろせないとダメだろうね、そうそう、ってことは日本に来るんですかね、またケニー。いやーだから主戦場は AEW だっけ。あ、確かにそうだよね、はい、だけども今回ベルトを取ったってことは、はい、間違いなくタイトルマッチは向こうでやることもあると思うけど、う、多分新日本、あ、要するに東京日本でやることもやっぱあると思うから、まあ、まあ US のベルトを使う、そうだね、海外のベルト、うん、だからでも特には多分対外人だと思うんだよね、うん、だから、そうですね、うん、だからやっぱりアメリカマットが主戦場になるのかなと思うけどね、うん、まあ、誰が行ったらいいか楽しいか分かんないけどな、あれな、まあ、どういう選手が、まあ、最近海外行ってないからイケメンじゃないですか、ちょっと行けばいいんじゃないですかって、なんで適当に放り投げる行きたかねえわ、最近行ってないから、全然行ってない、全然行ってないけど、いや、あの頃思い出して、プエルトリコの頃思い出して、いやもうダメだ、もうあの頃のあの思い出したら俺は本当にやべえやつになるからダメだ、今もやばいから、あ、そうか、バカ野郎やっぱあと注目したのは、はい、アイドル GP タッグがあるはいはい、後藤が、後藤弘樹の吉田じゃない吉弘樹で勝ったんですけど、はいはい、まあ彼らもワールドグリル2連覇したってこと、はいはいはい、ってことは、ってことはですよ、おい、そうなんですよ、そうなんです、そういうことはね、そうなんです、言ったって言ったって、ね、2連覇っていうのは過去にね、こけしと私がやってるわけですよ、で、1回取れなくてまた取ってんだよ、俺らね、そう、わかる、ずっとベルトが海外にあったんで、ああ、そうだね、そうだね、それもあるね、取ってきたんで、うん、行きたいなっていうふうに思いますね、それは、そうそう、だから多分俺たちに関してはチャンスが、例えばあの自分たちこう掘り起こしてるつもりは1年自家発電してるんだけどさ、そうですね、まだ足らない部分が、うん、ね、足らない部分があったのが正直なとこかもしれないから、はい、まあ、今回それをチャンスにしてね、そうですね、うん、だからまだまだやっぱり、うん、行きたいね、食らいついていきたいなと思うんで、そうか、まこさま頑張りたいですね、いや俺たちには俺たちのさ、老化のプレーがあるからね、やつ、うん、らには真似できない老化さがあるからさ、 そんなもん俺たちがどんだけお前知恵の入ってさ、ね、くだらねえようなさ道歩いてきたと思ってんだって、そう存分に見せてやるからタイトルマッチ組めって思うよね、いや、うん、そのやっぱり行きたいね、行きたいよね、行きたいっていうかもっと、うん、行きましょうって、そうだね、そう思いますね、うん、やっぱり、ね、今スピーディーな展開とか、はいはい、回転式のプロレスね、うん、それは大今のね、あのみんな見てて大好みかもしれないけど、うん、それだけじゃないですから、うん、プロレス、そういうことです、そういうことですよ、やっぱね、あの泥臭い、はいはいはい、感じじゃないですか、いや感じじゃないですかってお前が言うな、そうだだから、まあはっきり言ったら俺たち2人はもうその泥臭さの典型だからね、典型的にそうだからさ、その生き方と戦い方をさやってたらにさ、それでねじ伏せたらもう言うことないじゃんか、そういうことだよね、そうです、うん、よかったです、いいんじゃないこれ、その気持ちを聞いてよかった、当たり前だろお前、なめんじゃないぞお前、あんま喋らないんでそういうこと、俺喋んなよ、イラつくから、喋るとイラっとくんだ、あのあいつら目の前にしようと、だからもうそういうのね、あの、まあ、有言実行じゃねえけどさ、ああもうその試合で見せてやろうから、俺いつも、まあ、そういう気持ちを聞くとやっぱり、うん、ああまだまだやっぱりやりたいなと思いますし、当たり前ですよ、やっぱ去年のワールドカップリーグ出るようになったわけじゃない、はい、それだって悔しいですし、そりゃそうだな、うん、ね、本当に外国人が多い中で、うん、そいつらなんか絶対俺は行くよみたいな気持ちがあったし、はい、そんなのやっぱ組まれてなかったのがすごいショックを受けてさ、ね、もう今年は見せてやるよって思う、そりゃそうっすよ、間違いないんですよ、まあでもだから何いろんな部分でさ、なんかこうやってこうプロレスのさやつらのこの動向とかいろんなもの見て、ああこいつら平和でいいなって思ってるけどさ、俺たちは俺たちで平和じゃねえ生き方をしてきたからこそあるものがあると思うんだよね、だからそれをやつらに見せてたら多分あいつは対応できねえと思うからさ、もう泥臭さをさ、典型的な泥臭さで俺ら勝負したらいいんじゃない、うん、やっぱ我々にしかできない、そうだよね、あ、そうですね、はい、それしかないよね、ほんとね、はい、そりゃそうですよ、いやー、嬉しいな、なんかもうゲッ！で、武藤
さん、武藤さん、武藤さんこの間ドームで新日が、おお、そうだね、うん。でもあの部分ではなんか面白いぐらいに俺思ったのが、翔太のあのステップアップの場所だと思ったね。うん。うん、それなぜかというとさ、あの武藤刑事引退するから記念であの試合が組まれてるのは間違いないんだよね。ただあの場面でのあの翔太の立ち位置がさらにこう一歩二歩上に上がったからっていう気がしたよね。うん、あのいい悪いじゃなくて経験値なんだよね結局ね。うん、だじゃあ武藤刑事のあのリングに一緒に上がって、じゃあお前飲まれんのか、お前の意地を出せんのか、お前の存在をあの相手に誇示できんのかっていうのをすごく戦ったんじゃねえかなっていう気がするよね。うん、だからなんか見てて、あの、ああ武藤刑事の色薄くなったなと思ったよね、見てて。それは思った、うん、ってことはその翔太とかが色があったってこと、うん、あったと、そっちの方が、うん、全然あったね。あ、そういう見方、ね、うん、俺はね、だからこの勝負論としてどっちが勝つ勝たないっていうのは俺別にどうでもいいわけ、はい、その中であの運動をどうやってこう立ち振る舞いかますかなっていうのを見てたんだね、ずっとね。そう、それをなんかすごくそうに見えたから、うん、まあ、だからファンの方から言わせるそうじゃねえよっていう人もいるかもしれないけどさ、いや悔しいかな、俺プロレスラーだからさ、同じ立場の人間とか見てるからさ、見て大体その動きが分かるから、そんな感じだったね俺は、うん。ちなみに真壁さんの試合、猪木さんのメモリアルマッチだったじゃないですか、うん、道具で僕真壁さんがあの春道歩いて、その後ろセコンドで、うん、あの後ろから春道歩かせてもらった時に、うんうん、ドキドキしちゃって、うん、人の目がすごいね。そう、ね、しかも、うん、まあ、負けたドームは特別なんですよね、うん、そう、それはもう俺でもそうなの、やっぱりドームは特別なの、特別ですよね、うん、ただあの状況下で、あのリングに上がった時に、はい、あのね、緊張とかなんていうのかな、その悪い方の緊張ね、はい、悪い方の緊張っていうよりも、よしやったろうかっていう方の方が俺強いんだよね、うん、なんでかっていうとね、不思議となんかこう世代同士の対抗戦というか、いうふうになんか自分の中に見えちゃうんだね、はい、あんな感じでね、うん、ただ他団体とかね、連中もいるけれども、はい、うん、だからあの辺のリングでなんか、よし行ったろうかっていうことが、なんか独壇場っていうか自分のそのリングのように感じたんだよね、うん、やっぱ僕は張り切ってましたもんね。そうそうそう、いつも以上、そうでしょ、終わったでしょ、いつもあまりねえやる気ねえんかいってそんなわけねえだろってどうも頑張ってましたね、頑張ってましたね上から言うんじゃないよお前特別感は確かにあったよね、あのところにはね。だから猪木さんのっていうこととさ、相手に藤波辰巳がいるってことでさ、なんだろうね、俺的にはすごくなんかこういいものが感じたんだけど、なんだ、藤波さん触られました、触ってないですか。いやー藤波さん触ってないじゃないかな、多分俺がねリングで、はあはあはあまあるね、やりますやりますって言ったんだね多分本人の耳聞こえてるのもまああるのね、どの部分だったんですか。藤山さん元気ですよね。元気だね。いや若いですよね。あの見てて思ったのはさ、足腰から全然ブレてないんだよね。あれがすげえんだよな。だから体の張りね、いいよね、うん、動きもいいし。何歳ですか。え、もう60超えてんじゃないの。69です。 69? それじゃ、いやあれはすげえわ本当に。ニーパットもしないし。そうね、ニーパットしないね。中でテーピングも何もなかったでしょ。いやすごい、すごいよね。いやすごい、あれはすげえ、赤タオルまでかね、すごいね。やっぱ炎の飛竜ですよ、藤波辰巳ですよ、やっぱり。なんか一緒にこうなんか入場パッと見たりとかすると、ああ藤波さんだ、かっこいいなって思うけどさ、いざこう間近にこうなってくるとパンって変わるからさ、俺たちってさ、よーしやったのかと、こう急にこう戦闘に自然に変わるからさ、あのテレビ見た時にこう改めて、あ、藤波さんだって、あ、やっぱいいなって思うんだよね、うん、不思議と、うん、なんかそれは感じたね。すごいですね、69、うん、いや69だ、あの体も、まあ、毎日節制だよ ね、 ね、うん、大事なもんだよ、ね、やっぱりですね、今もお城とか行ってるんですかね。お城好きやね。お城ね、いや行ってんじゃね、行ってると思うよ、まあ、写真とかお城巡りだからね、あの趣味、僕もそういう趣味あります。お城巡りはしねえ。お城の奥、城じゃなくて、なんかそういう趣味っていうか。趣味か。いや俺ね、こけしなんかある。何にもないんでしょ。やめろよ、お前。趣味は無趣味って、みんな無趣味だろ。いや、そう。でもなんか、わかんねえな。プロレスやってる人ってさ、
プロレスが好きでこの世界入ってる人がほとんどじゃんか。あ、そうですね。だから自分のその描いてるプロレスがこう毎日できてるのかとかさ、こうすればよかった、ああすればよかったとか考えてるから、その趣味、自分の趣味としてるものが 100% そこに生かされちゃうんじゃない。だから多分無趣味になっちゃうんじゃないかなと思うんだけど。日韓のプロレスですね。バカにしてんの。だいや、いい、いい、え、こけしはないの。プロレスラフから、バカじゃない。腹立つわ。